皆さんこんにちは。こんにちは。西山晃平です。日和菜奈美です。小次郎講師です。さあ始まりました、小次郎講師のマーケット超特急。この動画は10月27日金曜日午前11時頃に撮影を行っております。さあだんだんと世界の株価指数というか、日本だったりアメリカのチャートがちょっと心配な形になってきたなって思いますけど、うん、そうですね、まあ、そんな中為替もドル円が150円を超えるなど、まあ、ボラティリティもすごく大きいですし、全体的にこうどう見ていったらいいのか分からない、難しい、はい、状況にあるような気がします。はい、今日はもう話すことがいっぱいありましてね。そうですね、何が起こってるのかということと、はい、それがどう変化してきて今現状になってるか、うん、ちょっと明るいニュースも出てきておりますので、はい、皆さん心配ばっかりする必要はない、うん、もちろん用心はねした方がいいんですけどね。で直近の話題としては昨日ね ECB 理事会、ヨーロッパの金融政策決定の会合がありました、はい、その結果を七海の方から発表してもらえますでしょうか。はい、 ECB 理事会では前回まで10会合連続で利上げが行われてきたわけですが、うん、今回は据え置きという結果になりました。ただ総裁はですね、今回据え置いたからといって、うん、二度と利上げをしないわけではないという発言をされていらっしゃいましたね、うん、もちろん、まあ、そう言いますわね、はい、そう言いますわね。でその金利の据え置きと合わせて、債券の購入プログラム、はい、ね、こういったことも今まで通り変化がなかったということで、うん、これは非常に好感されております、はい、やっぱり10回を連続で利上げをしてきた、うん、まあヨーロッパもすごい利上げをしてたんですけど、はい、それが終わったと、ね、アメリカにおいても同じようなことがね、後でご説明しますけどもあると思いまして、大きな変化期に来てる、これは金融引き締めが最後の局面に来てるということですから、これはもうね悪い話ではないと、こういうことが分かっていただけると思います、うん、じゃあまあ何といってもマーケットチャートを見てみましょうか。はい、うん、はい、チャートが出てきました、はい、これはクリック株365の代表的な4銘柄、左上が日経225、右上がニューヨークダウ、そして FTSE100、ダックスということですね。それぞれ下がってるんですけども、下がってるって言っても若干趣が違って、これを見ると日本はそんなに下がってない、ね、実は、ね、日本は、ね、9月ぐらいまではずっと横ばい状態で、10月からドッとドッと崩れていったと、こういう感じがしますね。アメリカあたりはもう8月ぐらいからこう崩れていっております、ね、うん、はい、でイギリスはまあ上がったり下がったりしながらの横ばい状態に今来てる、うん、とすると大きく下がってるのはドイツ、こういったことが、ね、分かっていただけると思います、はい、まあ、世界の動き、こうやって見ると上がる時期下がる時期ってのは同じなんですけども、うん、上がる幅下がる幅、こういったものに違いがあって、各国ごとがちょっとずつバラバラになってるとね、こういうことがあります。小城講師、はい、このニューヨークダウが10月4日の安値をちょっと今切ってる状態だと思うんですが、うん、はいはい、それはどのように分析されますか。まあ、チャート分析ではね、はい、それはもちろん良くない話で、うん、ちょっとね、大きなトレンドを私がここで描いてみますけど、はい、下げの波動がありますね、はい、戻しの波動がありますね、はい、下げの波動がありますね、戻しの波動があり、うん、そして下げの波動が前回の安値を切ってるってことは、うん、この下降トレンドにおいて高値がずっと切り下がってる、はい、安値がずっと切り下がってるってことですから、まだ下降トレンドが続いてる、はい、下降トレンドが終わりをまだね見せてないということですから、うん、これはもう全然安心できるような状態ではない、はい、ね、クリック株365には他の銘柄もありますんで、はい、ちょっと他の銘柄も見てみましょう。はいはい、チャートが出てきました、はい、このチャートは左上がナスダック100のチャート、右上がラッセル2000のチャート、そして左下が金、右下が原油ということになってますね。これ以外にあのクリック株365には銀、プラチナというような銘柄もありまして、この全てを見ると世界の株価指数が分かる、そしてコモディティの代表的なものが分かるということですから、総合的な分析ができますよね。でこうやって見ていただくとナスダック100も安値を更新しております、はい、ちょっと今朝の動きを見ると下の方に大きくね、まあ、離れているという感じがしますから、ちょっとこれは心配だとね、ナスダックが良くないってことが分かると思います。でラッセル2000、ラッセル2000ってのはアメリカの小型株指数、はい、小型株が下げ止まりの要素を見せてないということで、まあ、残念ながら、ね、アメリカの株においてはまだ下げ止まり感がないということですね。
で金のチャートを見ていただくと、金のチャートがスルスルと上がり出したのは実は10月の、ね、イスラエル問題、こういう問題が起こってからスルスルと上がり出しまして、鋭角的にこう上がってきております。これも、ね、まあ、若干上がる速度が緩やかになったとはいえ上げ止まったという感じではないですね。でポイントは右下ですけども、原油のチャートです、はい、原油のチャートが長く右肩上がりで上がってたのはサウジアラビア、ロシアが減産をしてた、この減産によって価格がちょっとずつ上がってきたんですけども、ね、まあ、10月にいろんな事件が起こってからの上げ方ってのはそんなに大きな上げ方ではない、今はちょっと落ち着いてるってことですから、まあ、これを見ると今現在、ね、イスラエル問題がそんなに緊迫化した状態ではない、ね、まあ、こういったこともわかります。でまずはその世界でこの株が下がってる、ね、直近の下げとそれから8月ぐらいからの下げと、ね、まあ、この2つに分けて分析をしていかなきゃいけないわけですけども、ね、8月ぐらいからの下げに関して言うと、アメリカで金利がどん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 上がりだした、ね、アメリカで金利が上昇したのに合わせて世界中でですね、どん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 金利が上昇していった、こういうことが一つあります。で直近の問題としては、ね、ハマスがイスラエルを攻撃したという話があり、それから、ね、まあ、今現在、まあ、私もちょっと心配しているのは、アメリカのですね、予算がまだ成立してない、はい、これアメリカの1年というのは10月から翌年の9月までという状態なんですよ。ですからもう10月1ヶ月間ぐらい経過してるんだけど新年度の予算が成立してない、このつなぎ予算が11月17日までです、まあ、こういったことがあるんですね。でどうなっていくのかということが非常に心配されております。その一つ一つ皆さんに、ね、お話をしていきたいと思うんですけど、まず金利が上がっているという問題ですね。これ背景には一つにはそのこれから先 FOMC でもう一回利上げがあるんじゃないかということを言われてました、はい、まあそれ以外にも理由はあるんですけども、一つにはそれが大きな理由だった、その、ね、動きからちょっと見てみたいと思います。その動きはフェドウォッチ、ね、CME という取引所が出しているこれから先の、ね、FOMC での金利の推移予想、これから見ていきましょう。はい、こちらがねフェドウォッチになりますね。ここへ出てるのは今回ね、11月の1日ですかね、ここへ FOMC があるんですけども、その時に金利がどうなるかというね、予想で、現在の金利は 5.25 から 5.5%、ここへ525から550と書いてます。小さい字で申し訳ないんですけども、これが 5.25 から5.5 というようなことで現状維持ですね、はい、現状維持の確率は西何パーセントと出てるでしょうか。 99.9%、 もうこれはもう現状維持ですねですからここのところでは金利は上がらない、うん、とすると今年最後12月にねもう一回 FOMC があります、はい、その時はどうなんでしょうというのをちょっと見てみたいと思います、12月の13日ですかね、はい、ここにね予想が出てきております。これが現状入りの 5.25 から 5.50、うん、これが1回分利上げ、ね、ということですね。 5.50 から 5.75 ということですけども、この現状維持の確率は何パーセントでしょうか。 80.1%、ね、で1回利上げが 19.8 かな、はい、約 20% ということですから、これも、ね、まあ、利上げはない、ね、ということですね。ですからもうアメリカにおいては去年の3月からものすごい利上げをしてきて、スタートが 0% だったものが 5% を超えるまでの、ね、利上げに来たんですけど、これももう利上げは終了したということですね、うん、ヨーロッパで、ね、利上げがこちらの方はとりあえず現状はってことですけど10回後連続の利上げがストップしました。アメリカでももう利上げは私はないんじゃないかと、ね、まだまだ高止まりはあるでしょうけど利上げはない、これはまあ大きな変化だと、ね、うん、いうことが分かりますね、はい、続いてそのイスラエル問題、はい、ね、イスラエル問題に関してはハマスという、ね、イスラム、ね、テロ集団がイスラエルを攻撃しました。それに対してイスラエルが反撃をしました。ここで膠着状態になって、ね、まだまだ事態が解決してないもんですから、イスラエルが地上攻撃をしてハマスを殲滅すると、ね、ハマスを殲滅するという宣言をしてます、ね、それに対して世界中がちょっとそれは、ね、待ってくれと、ね、人道的にもちょっと許されないと、ね、こういうことで言ってるわけですね、うん、で今ちょっと小康状態になって
次にねハマスが攻撃するのはもう今日あるか明日あるかって言ってた状態からはちょっとねこれは様子見しなきゃいけないという状態に今なってます。なぜ様子見しなきゃいけない状態になってるかというと、もちろんアメリカとかそういういろんな国が仲裁に入ってるからですけども、イランがもしイスラエルがハマスに攻撃を仕掛けたら黙ってね見逃しとくわけにはいかないと、はい、俺たちもね参戦するぞみたいなね、こういったことをね宣言しております。とするとねイスラエルはハマスは殲滅したいという気持ちはありますけども、イランとの間に全面戦争になるということも避けたいということで、今は膠着状態、ちょっとこの膠着状態がしばらく続くんじゃないかと、まあ、こういうような状態ですね。でイスラエル自体は産油国ではありません。ですからこれから先イスラエル問題が広がってイランだとか、ね、他の国まで広がっていくとこれは石油暴騰につながるんですけど、ねまあ、今の状態だと原油価格が大きく上がる心配がないということは、インフレがまた来るってことはなく、ね、金利の上昇はやがてストップすると、ね、まあ、こんな見通しがあります、ね、続いてそのアメリカの、ね、予算問題なんですけども、11月の17日まで、ね、はい、つなぎ予算があります。でそこから新たな予算が決まるんですか決まらないんですかということですけども、これ朗報としてね、下院議長がようやく決まりました、はい、ね、前に他の下院議長の候補があったんですけども、何回も投票してもですね、ね、なかなか、ね、過半数超えないということで、決まらなかったんですけど、ようやく、ね、決まりました、共和党のマイク・ジョンソンさん、割とね若い、もうあの経験も少ない、当選回数もそんなに多い人ではないんですけども、逆にそういう人だから通ったと、ね、もうある程度経験のある人だと民主党の方から、いやあの人は過去にこんなことがあったからなって言ってね、なかなかね賛成がもらえないんですけど、割とね色がない人ということでマイク・ジョンソンさんが通りました、はい、ね、でこの方、ね、この11月、ね、本予算を決議に入るわけですけど、なかなか本予算は決議に、ね、されそうもないんで、つなぎ予算を1月の中旬までか、はい、4月の中旬までか、はい、つなぎ予算をしようという案を提出しているみたいです、すごいですね。4月の10月からスタートして翌年9月までの1年間の中で4月までつなぎ予算だってね、すごい話ですよ。半年ぐらい。そうです。そういうつなぎ予算をまあ提案しているということで、まあ、まだつなぎ予算が通ったわけではないですけども、11月17日から政府機関が、ね、閉鎖になるかっていうと、その可能性はぐっと下がってきた、まあ、こういったことで、ね、まあ、一つ安心な状態になっていると、はい、いうことで少しずついろんなものが目処がついていると、ね、はい、いうことがあります、はい、で直近で我々が注目しなきゃいけないことに関しては、はい、ね、為替の話がありますね、はい、為替がスルスルと円安になりまして、はい、まあ、ずっと150円の手前で横ばい状態だったんですけど、はい、ついに150円を超えました、はい、ね、その為替のことをちょっとね見てみたいと思います。はい、はい、為替のチャートが出てきました、はい、今年の4月ぐらいからスルスルっと円安になりまして、うん、1回調整を経て8月からまた円安、こういう状態になってたんですけども、ここ約数週間、はい、150円の手前でずっと横ばいってことがありましたね、はい、それはこの10月の頭にね、一旦150円を超えたんだけど、うん、そこで強烈な売りがあって150円を超えたところから147円台まで売られるとね、はい、すごいボラティリティ。これ私はね、為替介入があったんじゃないかと、はい、このように思ってるんですけども、うん、まあそれはよく分かってないね、まあ、こういうことがありましたから、ちょっと150円を超えると為替の介入があるかもしれないということで、ずっと横ばいの状態になってたところ、ついに150円を超えてきたと、こういうことですね、はい、ここのところで介入があるのかどうかってことですけど、介入がある条件ってのは今はね、為替がどのレートにあるかってことではなくて、急速な動きってのは、私は1日で言うと1円、最低でも1円以上の動きがある、うん、こういったことがまあ複数日連続してあった、はい、といったら、まあ為替介入ってのはあるんじゃないかと思いますけど、現状まあ、動きがずっとない中での緩やかな動きですから、ちょっと為替の介入はしづらい、ね、まあ、こういったことを見ますと、まあ、この、ね、横ばい状態からこう上に動き出したという動きはしばらく続くんじゃないのかなという懸念があります。ということで、
私は皆さんに、ね、投資家の方々に覚えてもらいたいことは、はい、これから先、ね、年末にかけて FOMC が2回と、ね、日銀の金融政策決定会合が2回あります、ね、その日付を、ね、しっかりと覚えていただきたい、ね、じゃあまず FOMC ですけれども10月の31日11月の1日結果は日本時間では11月の2日になると思いますけどここで発表されます。これはまあ据え置きという、ね、予想ですね。で12月の12日と12月の13日、ね、ここで FOMC がありまして結果が14日に発表される、ね、これも据え置きだと思うんですけども1回分利上げがあるという可能性はゼロではない、うんね、ただまあ正直言いましてね今取り巻く環境が利上げをしづらいつまりイスラエル問題とかいろんなことがあって、ね株価も下がってるって状態ですから利上げがしづらい状態だと思いますんで利上げはないんじゃないかと思います。とすると日本の方が注目日本の、ね、日銀金融政策決定会合ってのは、まあ、黒田さんの時代にずっとのもう変化なし変化なしってことを長く続けましてね、まあ、上田さんになってもそれを、ね、踏襲しているようなところがあって割と何かがあるっていうことは1年に1回あるかないか、うん、それ以外はまあ変化なしっていうことが多いんですけども、はい、この残りの2回の、ね日銀の金融政策決定会合は大きく変化があるんじゃないかという予想が、はい、今いろんなところで、ね、言われ出しました、はいね、まず日付から確認をしていきたいと思います、はい、10月30日31日これ結果が出るのは10月31日のお昼ぐらいですから、はい、このお昼ぐらいに、為替株大きく動く可能性があるで次が12月の18日19日これも19日のお昼ですけどね。まあ、世界の大きなイベントはこの日銀の金融政策決定会合が一番最後になるもんでこれが終わるともう年末もう来年相場のことを考えなきゃいけないという状態になるんですね。でこの日銀ですけどもかつて上田さんが読売新聞のインタビューを受けたということがありましたね。その時にこういう話をしました、はい、ね、ねいつ、ねまあ、マイナス金利をやめるんですかということに対して、ねはいうん、取り巻く条件が整えばもう、ね、やめるわけですけども、ね、年末にも条件が叶う可能性がないでもないでもないみたいなね年内に、ね、年内に年内にその条件が、ね、叶う可能性もないではないみたいなね、はいこれもうみんなびっくりしたわけですよ、はいね、条件が整えば、ねうんねマイナス金利をやめるこれは当たり前の話ですね、はい、で普通であればですよ普通であれば世間に、ねなんていうかなあまりインパクトを与えたくない、ね日銀の総裁が言ったからといってマーケットが大きく動くというのは決して嬉しい話じゃないんで、うんね、それで終えればいいわけですね。その条件が整えば、ね、マイナス金利を解除しますよと言えばいいのにそれに対して年内にもその条件が、ね整うという可能性がないわけでもないわけでもないみたいなね、うん、そう言われるとっていう感じになりますよね、はい、ありそうだなでその条件ってのは何ですかっていうと2つ条件があります。その条件の1つ、ね、これは、物価、ねこれが 2%これを安定的に達成するつまり1年間の達成だけじゃなくて何年もこの 2% 以上を達成できるということが一つの条件。もう一つの条件は物価、賃金の上昇、うん、賃金の上昇があるとね、まあ、こういう2つの条件なんですよ。でこの、ね2% の、ね物価ということですけど去年も 2% 以上でした、ね、今年も 2% 以上でした。来年も今現在の予想が 1.9% という物価、ね、見通しなの。日銀が出している物価見通しがで今回出す物価見通しはそれよりも上方修正されるだろうと言われてるんですよ、ということは 2% 超えると、はい、としたらもう安定的な、ね、2% 超えみたいな感じになりますよね、はい、であとは賃金の上昇ですけども賃金の上昇今年は春闘でものすごく良、ねかったです。で来年の予想もいいと、ねまあ、こういったことが出てるんですね、こういったことを見ると、まあ、正直言いまして条件が整ったという、ね言い方もできるんじゃないかと。で YCC 政策を変更するというね、こういう話もあります。今回 YCC 政策を変更して、次回12月にはもう YCC 政策をやめるとこういうような、ね、見通しも、ね、アナリストの中から出てるし
それよりも実はマイナス金利の解除の方が先なんだと、ね、なぜかというと読売新聞の、ね、インタビューで答えたのは、ね、マイナス金利の解除の話で YCC 政策の話は出なかった。だから YCC 政策は後回しにしてとりあえずマイナス金利を先に、ね、ゼロに戻すんだと、ね、まあ、こういったような話が出ており、どちらにしろ今回次回の、ね、日銀金融政策決定会合で大きな変化があると、とするとそれは為替にとっては円高になりやすい動き、はい、こういうことですね。ですからこれから、ね、日銀の金融政策決定会合があるまでの間が円安になる流れ、そこから先は円高に変わるかもしれない、なんという見通しが出て日銀の金融政策決定会合が大注目になってますから、はい、ちょっとその日付は皆さんしっかりとね覚えておいていただきたいと思います。以上です。はい、はいはい、日銀の金融政策決定会合大注目ということですが、はい、うんうん、日銀だけ発表の時間が決まってないんですよね、はいはい、正午ごろということで、はいはい、これちょっと投資家としては当日やきもきずっとしてしまいますので、はい、いつかね時間が決まってくれればなと個人的には思っております。そうですね、はい、はい、注目ですね、はい、アメリカの株価でいうと、はい、まあ、金利がもう上げ止まるとしたら株にとっては上げ材料だったりするじゃないですか。でもまだ地政学的リスクはすごくあるっていうことで、どう何に一番今注目すればいいんだろうって思ったんですけど、やっぱり今は直近の日銀金融政策決定会合に注目したらいいんですかね、はい、そういうことですね、はい、はい、ありがとうございます。引き続きマーケットを注視していきましょう。それでは今回の動画はこの辺りで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。